違いました。はい、それでは聞いてください。奇跡のミラクルアンジェル。ちょっと昔っぽいムーディーな感じのシリーズを持ってきたんですけど、はい、最後の曲はね、
はね、いろいろ掛け声がね、そうですね、あるので、まあ前列を筆頭として頑張ってくれると思うので、ぜひぜひ後ろの方もね、ビール飲みながらでも何かつまみながらでもいいので、ぜひぜひ声を出してください。それでは、最後、聞いてください。ラブマシーン。ハニージュエルのお二人にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ちょっとお話聞いていいですか。はい、私が高校1年生の16歳で高校3年生の18歳です。おじさんは高校生、はいはい、おじさんは、はい、おじさんは何歳ですか。おじさんおじあ私おじさんは不詳です。昔小学生でした。はい、八頭町はどうですか。私八頭町さん何回も来たことがあるんですけど、すごくいいところで、この八頭市さんもね、毎年のように来させていただいてるんですけど、もう本当にあったかい感じの雰囲気がすごく大好きです。
はい、私は今までね、この八戸の市場を通さなければあんま知らずに来る機会がなかったんですけど、このふれあい市場さんを通して結構ね、八戸に来る機会が増えたり、柿のね、なんか物産館でしたっけ、ああいうのにも行ってみたいなと、今年はチャレンジしてみたいなと思ってます。はい、じゃあお二人はひょっこしたらまた柿の祭りの時に会えるかもしれませんね。はい、はい、じゃあその時を楽しみにして、お待ちしたいと思います。じゃあ二人の皆さんに大きな拍手でお送りしたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、6時からあと3分ほどあるんですけどね、皆さんお待ちかねのヤローズのステージとなりますので、どうぞヤローズの皆さんスタンバイお願いをいたします。ハニージュエルと TT11 はまた次の部で、お会いすることになりますので、少しお待ちくださいませ。はいはい、6時からヤローズのコンサートになりますけども、もうしばらくちょっと若干音合わせでやらせていただきますので、よろしくお願いいたします。